スワースモア大学はペンシルベニア州スワースモアに本部を置くアメリカが支州国の私立大学である。1864年に設置された IB リーグレベルの教育を少人数で提供している全米屈指の知的水準を誇る最難観校、リベラルアーツカレージ群リトル・アイビーの一校1学年350人程度の少数精鋭教育でありながら これまで、計5名のノーベル賞受賞者を輩出するなど、その学問水準の高さには、全米的に定評が高い。理工系に特化した大学を除けば、卒業生の博士号取得率は全米1位。様々な大学ランキングでも常に上位を占めてきている。ビッグデータを用いた AI 分析をもとに、教授人と卒業生の影響力を測ったランキング。 日本との関係は深く、学術協定を結ぶ東京大学と交換留学制度がある。また、日本の外務省は、英語研修語とする、新人外交官を派遣している。リードカレッジ PhD プロダクティビティ、ハットカレッジランキングス25スワートモアカレッジ、ハットトップ50コリッチスウナバーシティスイン、アメリカフォー2 0 1 3 ザベストコリッジスハットナショナルリベラルアーツカレッジランキングストップリベラルアーツコリッジス US ニュースベストコリッジスハットスタッフ AI50 ベストコリッジス＆ウナバーシティスオブ2 0 2 1 a c a d e m y c i n f l u e n c e c o m 2 0 2 1年1月30日閲覧ありがとうございます。